はい、今回からこちらのゲームトリック&クリックインハロウィンというゲームをやっていきたいと思います。以前ね、囚人たちの爆弾処理とかを作ってやる実況をさせてもらったんですけど、その方が制作者さんのゲームになっています。やっていきましょう。オープニングから見ようかな。まだ見てないからね。10月31日、ハロウィン。はい。まあ、もうすぐハロウィンなんでね。まあまあ、今日はハロウィンだよ。僕も仮装する。荒れてるね、演出は。そうね、エリックには何が似合うかしら。あ、いいこと思いついたわ。エリックくん。まあまあ、まだなの？まだよ、動かないで。まあまあ、まだ？まだよ、もうちょっと。ママ、あとちょっとだから。さあ、できたわよ、ママの自信作。行ってきまーす。俺なんかゴミ袋かなんか被せたら早くない？星をくれなきゃいたずらするぞ。今来たの？もうお菓子配り終えちゃった。星をくれなきゃいたずらするぞ。もう遅い時間なんだから早く帰りなさい。常識人いたな、今。星をくれなきゃもう日付変わっちゃうよ。かわいそう、お菓子一個ももらえてないよ。もう家に帰らんといかんよ。ん？あんなところに建物なんてあったっけ？あ、やばいとこ入り込もうとしてる。誰？あ、やばいやばいやばいコール、やばいコールって。ようこそトリック&クリックね、館へ。わー。やばいやばいやばい。これが元で子供たち失踪したですよね。あ、でもなんか表現かわいいな。トリック&クリックの館にようこそ。正確にはまだ門の前だけどね。じゃあ今ならまだ引き返せるってことですね。私はこの主の主にして、じゃあ館の主にして、カボチャ界の女王。ここからはこの私が直々に説明してあげるわ。え？私の名前？そんなの簡単に教えられないわ。さて、まあね、今個人情報とかね、あるからいろいろ。このゲームは気になるところをクリックして進めていくだけ。スマホでプレイしている人はタップしてね。では早速門を開けてみましょう。あ、開けるんですね、自分で。ちょっと待って、セーブしたい。門が開かない。鍵がかかちょっと、話が違いますけど。そう、こんな風にアイテムが必要になることがあるわ。では鍵はどこにあるかしら。あなた持ってないんで、持ってるんじゃないですか。めっちゃ光ってる。あ、ありました。門の鍵を入手した。セキュリティ。ガバガバなんだけど。はい、鍵を発見。こんな感じでクリックしていけば大丈夫。簡単でしょ？入手したアイテムは必要な場面で自動で使用されるので、アイテムをどう使うかはあまり気にしなくて OK。とにかく気になるところをクリックしていけば大丈夫。では鍵を入手したので、門を開けてみましょう。あ、待って、何？この前に、はい、これ、プレゼント。お、お菓子くれるんですか？いやー、ちょっと、お菓子。お菓子を求めてた、今。こんな感じで驚かし演出もあります。今回はカボチャが飛び出しただけだけど、この後はホラー表現が出てくるので注意してね。苦手な人は注意してね。グロテスクなもの、虫も蜘蛛も出てくるので、ホラーが苦手な方や心臓の弱い方はプレイを控えください。大丈夫だよという方だけ、門を開けてお進みください。はーい。OK。あれ？あ、いたいたいた。すごい洒落た門だね、これね。でも音楽がすごいなんか不穏なんだけど、館に来たわね。はい。ステージは全部で5つ。鍵とかのアイテムを探すステージもあれば、何をどうすればいいのか、ルール自体を推測する必要があるステージもあるわ。謎解きは基本的に各ステージ内で完結するようになっているので、とにかく気になるところをクリックしよう。隠しステージもあるんだ。すごいね。ハロウィンの決まり文句であるトリックオートリートはお菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞという意味。それに対してここはトリック&クリック。アンドになっているのがどういうことかわかる？ん？つまりクリックして必ずいたずらされるってことよ。はい。なんかいやらしい意味に聞こえちゃうんだけどな。どう頑張ってもいたずらされるしかない仕様の仕方を頑張って進んでいこう。はい。ここまでがオープニングだったわけですね。あ、でも子供たちの話、可愛いお話ですから、これはね。な、これ。ステージを選べるのか。ちょっとセーブしよう。帰れんの、これ。もう帰っちゃう？これ。あ、
まだ全部のお菓子が詰まってない、頑張る。そうよね。まだ何もやってないもん。じゃあ、はい。まあ、一応左上から行きますかね。この演出かわいいよね。おしゃれ。え、スリープ&アウェイク。スリープ&眠りと目覚め。はい。なんだろうね。じゃあ、鍵がかかってる。鍵が必要だ。これは棺桶の蓋が、鍵にびっしり打ち付けられている。これでは開けられない。ん？開けられない。窓の向こう側に何かあるが手が届かない。何か長くてさらに掴めるものが必要。アイテムがめちゃくちゃいるな。コウモリだ。あ、いなくなっちゃった。あ、開いてんじゃん。え？お、杖、何か音がした。気のせいかな。いるね、誰か。あ、何者かの手。え？杖で、これとこれをこうやれば、ああ、なるほどね、組み合わせて。手の届かぬところに届く手。なんかこれ、猫の手みたいなさ、なんかあるじゃん。背中かくやつなんだっけ？それのなんかすごい怖いバージョンみたいな。こうやった。鍵だ。もういいのかな？あ、そっか、これ開けなきゃね。え、他には？なんもない？ああ、いや、まだ。鍵開けて、なんじゃこれ。え、棺桶の中にはバラの花がぎっしり入っている。おや？おー、釘抜きゲットしました。じゃあ、これ、いけるんじゃない？コウモリがいっぱい出てきた？コウモリが棺桶の中にいたのか、かわいそうに。酸素大丈夫だった？あ、死んでない？あ、何かある。ああ、よかったよかった。よかったよかった。死んでるかと思っちゃった。酸欠でさ。ハッピーハロウィン。じゃあこれクリアしたんで、次実験していきまーす。いいね、なんかサクッとクリアできる感じは。ラボラトリー実験室。これなんて書いてある？フェイラー&サクセス。失敗と成功。失敗を知らない者は成功しない。順番が肝心だ。同じ材料を2回以上使ってはいけない。難しいこと言ってるなぁ。これ何？あ、え、いや、待って、やばい。やらかした。何？ガラス容器の中には目玉が入ってる。うん。容器のメモ書きには、これを使う場合は電流は3倍で流すことと書かれている。はい。今どうなってんの？これ何？今どういう状況？あー、これ、うん？1番目がこれだな。これは脳みそだ。はい。1番目が4番目で使用することと書かれている。はい。脳みそ、血液、2番目。じゃ、これ違うじゃん。あ、そういうことね。何かの牙だ。3番目に使うといいんだ。何かの糞だ。絶対に必要。これは？あー。じゃあ、いいんじゃない？これで。さあ、うまくいくか？わー、感電しちゃった。失敗だ。あ、いいんだ。え、ダメなんですかこれ。一番目っつってたよね。一番目が4番目で使用すること、これは2番目でしょ？はい。次が、絶対に必要で、これが3番目だから。じゃあこれがダメなら、こっちが踏んで、こっちが脳みそじゃない？あと変えられるとこないよね。ないないない。どう？いや、ごめんね、なんか。IV、なんだこれ。IV、イコール、ん？目玉のマーク。あー、じゃあ。なるほど。じゃあ、こういうことですね。で、3倍にして、
1番目か4番目で、ブラパンツか。1番目か4番目で使用すること、2番目にこれをたっぷり、使う場合は、だから使わなくていいんだ、これ。なるほどね。じゃあ、こういうことだな。これでしょ。うまくいくか？おー、うまくいきましたね。材料と電流の組み合わせが正解だった。お菓子作りに成功した。なるほどね。失敗せんと後ろのヒントが見れないってことか。脳みそゼリーをゲットした。ステージクリア。脳みそゼリーって美味しいのかな？まあ、ああいうなんかさ、ちょっとゲテモノ感あるやつの方が美味しいって言うよね。多分うまいんだろうな。セーブしよう。ポチー。ジェイソンとか出てくるかな？雷がさ、こうボーンって降ってきてさ、落ちてさ、ジェイソン復活みたいな。ライアンドトゥルース、嘘と真実と書かれてある。さらにこう書かれてある。4人はいつも仲良しだった彼女たちにそれぞれお供えを失敗したら怒りを買うだろう。4人のうち1人は嘘つきだった。でもみんな仲良しだった。一人嘘つきなんだ。テレサ。はい。私たちは仲良し。性格は結構違ったけど、私は本が好きだったけれど、オリビアは全然本を読まなかった。メアリーはとにかくワインが好きだった。ベティは帽子をかぶったりはしなかった。私は本は好きだけれど何もいらないわ。だって全て頭の中に入っているもの。賢い子なんだね。オリビア。一緒によく遊びに行ったバラがあったけれど、テレサはあまりバラには興味を示さなかった。そして私もバラは似合わない。メアリーはワインを飲んでばっかりだった。でもベティはワインを飲まない。メアリーは酒飲みつってたっけ？メアリーは、ああ、言ってんね。うん。なるほど。あれ、ちょっと待って。何もしてない、しない、何もしない。はい。ちょっと間違えただけですやん。うっすらとメアリーと書かれてあるのが読める。さらにこうも書かれていた。テレサはワインはあまり飲まない。オリビアはいつも帽子をかぶっていてとても似合っていた。エティやバラを愛していた。何か備えてちょうだい。何もないのは寂しいわ。うん、あれテレサ。あれテレサ。あ順番変わるのかこれ。あテレサ。オリビア。あメアリー。テレサ、オリビア、ベッティ。ベッティ？オリビア。ベッティはワインを飲まない。テレサ、オリビア、ベッティ、バラを愛していた。ベッティがいないんですけど。オリビアは読書家でいつも本を読んでいた。メアリーはバラが好き。ベッティはワインを飲んでいる。ベッティ、ベッティ。こいつ嘘つきだぞ、4番目のやつ。何これ？あ。え？そういうことか。テレサは本が好きで、ベッティはお酒を飲む。待って。お酒、オリビアバラが好きって言ってたっけ？あー、ダメでしたね。メアリーはバラが好き。エティはいつもワインを飲んでいる。エティはいつもワインを飲んでいるとか言ってたっけ？エティはバラが好きって言ってるな。はい。動いただって、やった。どうやら彼女たちは備え物を気に入ってくれたようだ。ベッティ、お前は何なんだ。そこにあったのは、何これ。あ、アイスなのこれ。墓場アイス、鍵かと思った。ページクリア。アイスか。でもなんか美味しそうだね。墓場アイスだってどんな味するんだろうね。いやー、よかったよかった。もう一生クリアできないと思った。
マジ積んだと思って日を改めてやってみたらさ、意外といけるもんやね。日を改めることって意外と大事かもしれんな。ん？これなんだ？骸骨がある。はい。クマの糸がこびりついている。いや、嫌だね、なんか。屋根裏か。箱に十字架が書かれている。箱の中は空だ。クマの糸が張り付いている。これは？あ、まだわかんないね。これは？メモにはスパイダー&スレッド、糸と書かれてる。読めない。クモと糸、ワインの瓶がある。絡まってないものがあるのか。本が積み重ねられている。クモの糸やらホコリが被っている。はあ、これはメモが貼られているが途中でちぎれている。なんだ今日はクモに落書きして遊ぼう。ちぎれていて読めない。の模様のクモだった。クモに落書きして遊ぼう。けれど面倒になったので、としか読めない。ん？雲に落書き？おお、なんだこれ。雲が出てきた。なんだなんだ。おー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 おおおお。あ、こんなが入った。中入ったね、今ね。あれ？気のせい？ここね、行ったよね、今。あれ？はいはいはい。あ、これ順番覚える必要あるとか？あー。本に行ったね、これ。なんだろう。どういうこと？あー、そういうことか。本に行ったのはね、黒いやつだったよ。黒いやつだったよ。ん？あれ、どんな模様だったっけ？ちょ、もう一回行ってほしい。あれ？黒、シンプルな黒だけどな。シンプルな雲が、本の方に行ったから、これでいいのかな？んで、これが、あ、ドット模様の雲が、ドット模様の雲が、なんだこれ、ドクロ。あ、ドット模様ね。うん。これでいいと思う。で、次。あ、これ見た。ごめん、見た。やば。あー、車線のやつはさ、どこに行く？車線くんは、酒瓶っぽいとこ行った。車線、はい。え？あれこれまたシンプルなやつね。おうおうおうおおお、アクティブだね、君。十字架。いいんじゃないこれ。結果は？ダメだ、開かない。あれ？何、開かなかったら死ぬのこれ。死ぬんかい。あ、違うのね。死なないのね。見ない模様のやつ。え？ああ。え？あ、戻ってったから、戻ってって、でもまた行くんだね。あ、じゃあもう間違いないわ。ん？これでいいと思うんだけどな。途中でちぎれている。落書きして遊ぼう。おう。の模様の雲だった。けれど面倒になったので、なるほどね。落書きしたんだ、雲に。ハート柄か。何模様だ？これ、でもこれはね、さっき引っ込んでったよ、この模様の子は。そうだよね。何柄の、でもドット柄は上からは足せないから、ドット柄は、これは上から足せるものでもないし、これも足せるものでもないから、真っ黒に塗りつぶされた子が、黒い十字架？いや、白い十字架だな。だから、これ本はこんまんまじゃない？え、こういうことじゃない？もしかして。開かないか。本の子の方が、もしかしたら、こうかもしれん。開いたんかい？え？開いたんかい？カバンの中にお菓子がある。
どういう理論だったんだろうな。スパイダークッキーをゲットした。なんかわかるタイミングあったんかいな。もうクリアしたけど、